はい、続いてアイスパビリオンに行きます。あ、見て、でかいの。入り口のところにはいきなりこうね、泡でなんか泡が立ってて遊べるような感じになってます。ママこっちあんの。ここで防寒着を。あ、脱ぎそう。あ、脱ぎた、脱ぎた、脱ぎた。うわ、寒い。うわ、寒すぎる。うわ、寒い。マジでこれ。カメラこんないかな。お、あ、ない。あのね、ちょっと早めに行かないと凍えるよ。うわ、じゃあ凍えるよ。あれが。なんかスターウォーズのあれが。寒いよ。寒い。タオル凍りました。はい、凍った。おお、立ってる立ってる。おお、早く行こう。ほら、おお、すげえ。あったかい、行こう、あったかいの。おお、ね、こう、すっげえこれ落ちてこないのこれ。行こう、先こっち。いやもうすでにマイナス41だと思ってたら、こっから先が、うわあ、無理これ。無理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 。あ、耳痛い。やばい、逃げる。さっきマイナス20度があったかく感じる。すげえ。いいね、ここもカチンコチン、これ。ちょっと寒いのであったか雪だるまくんの家で温まります。あったかい、あったかい、あったかい、あったかい。猫ちゃんがいた、美味しい。犬でいたら死んじゃうもん。ほら、ここあったかいですけど気温は0度だそうです。あ、さっきはあ、ここ書いてある0度じゃないよね、マイナス3度ぐらいだな。あったかく感じるのはどうしてでしょう。超神秘現象ダイヤモンドダスト体験コーナーです。すごいキラキラしてる。バナナで本当に釘が打てるのか。私テレビで見たことあるんだけど、ね、うん、あ、できたできた。どうやら噂は本当のようですね。あれ、出口にはクリオネがいます。かわいいね。出たところは暖房とこれですね、お茶のサービスがあります。いただきます。なんか砂っぽい感じ。こっち来てよ。